どうも、バトラです。今日はですね、これもう箱映っとると思うんですけども、じゃん、ハンターって書いてますね。これハンターブーツです。で、まあ僕ハンターブーツずっと履いてたんですけども、まあ動画とかでも映ってると思うんですけど、もう履いて10年以上経ってるんですよ、ハンターブーツ買ってね。で、もうさすがにですよ、もうこういう状態よ、こういう状態。ここもベロベロになってさ、ちぎれとるし、で、さらにこの内側とか見て、切ない感じだったよ。これもう先の方のソールの方もひび割れ結構しとるよな。これ劣化はしてるんやな、あんま普段見てなくても。染みてはこうへんねんけど、さすがにもう変えようかなと思って、そろそろ思いましてですね、今回ハンターブーツ新調しましたってことですね。これ何買ったんやったかな、バルモラルブーツかな。じゃあ開けますよ、ハンターブーツ開けていきましょう。チェーン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 、お、インソールが入っとるやん。こんなも入っとんねん、今ね。ちょっと入っちゃったか、どうかな。5mm フィットアジャスターインソールって書いてます。だから多分足の甲があれの人でしょう。いいっすか、開けて。いいよ、渋いやん、質感がやな。これじゃーん、なんかちょっとレザーっぽいっていうかさ、なんちゅうの、この肌感、質感、よくわからんけど、いい感じですね。これなんかあの脱ぎにくい時用のさ、ここかかと踏んで脱げるやつがついとんね。で、なんかもう一種類さ、ここのこれなんか3ミリのネオプレーンが内側の生地としてついてますよみたいなやつやね、これ。それの方はここのなんかもう一個のやつはさ、その3ミリじゃないやつがあったんやけど、ここら辺になんか泥が溜まりそうやなと思って、ステッチがあってさ、これやとこの泥もたまらんやん、これ。だからそこら辺もちゃんと考えられとって、ほんまでもブーツって年間で一番使うもんなんで、これはほんといいやつを持っといてもいいと思います。サイドもちょっとなんか作りが変わってるね、前のと比べてさ。これここの調整、ふくらはぎでっかい人も履けるように、これ多分調整機能ついてんね、これここまで広がるから。ふくらはぎでかい人用なんかな、脱ぎより履いたりしやすいためかな。まあどっちでもいっちゃうもん、使いたい人がさ、ええ感じに使ったらいいやん。いや、そもそもでもね、ハンターブーツとはみたいな部分ですよね。ハンターブーツってまあ僕ら当たり前のところに言ってますけど、ハンターブーツご存知ない方も見えると思うんで、まあハンターブーツっていうのはですね、1856年にですね、スコットランドで確か創業されたブランドで、英国王室のですね、御用達のブランドで、さらにですね、まあまあアンジェリーナ・ジョリーとかのハリウッドセレブとかでもね、履いてる方が見えたりして、で、日本で結構有名になってきたブランドなんですけども、だから僕らが本当履き始めた、この一個前のやつを履き始めた頃っていうのは、みんなハンターブーツなんか知らなくてですね、ハイセンスな女性たちがですね、雨の日に履いたりしたりですねして、結構知ってる方も見えると思うんですけども、そういうブランドになります、ハンターブーツは。で、まあ僕らは本当に、フィールドで実際しっかり使えるっていうので履いてきたわけですけども、で、まあ今回も選ぶにあたってですね、フィールドで本当にまあ長いこと活躍してくれましたし、ね、まあそういう意味でもう一度次買い替えるのもハンターブーツがいいなと思って、買い替えたわけです。でですね、まあこのソールがですね、ビブラムソールっていうんですけども、これハンターブーツの、専用にこの開発されたビブラムソールで、で、このバルモラルブーツ専用にこれは作られてるんかな、かそこら辺はちょっとね、ちょっと細かくわからないんですけども、で、まあ泥が付着しにくかったりとかですね、いろんな方向、まあ全方向に対して滑り止めというか滑りにくい構造になっているソールなんですよ。で、まあ素材とかは基本的にはこう、まあ最高級の天然ゴムを使用していまして、で、まあクオリティもいいものになってます。で、まあ実際あとはまあ構造とかも、まあ前のやつと比較してですね、ここのカット面、これがまあ前こうフラットだったんですけども、
まあ、ここはこうしっかりとこうカットされとって快適さを追求していってるなっていうのは思いますね。まあそこはまだね履いてないのでそこまで実感できてはないですけども、まあ今後ああやっぱ快適やなって思えるタイミングが来るんじゃないのかなと思ってます。そうだからハンターブーツやっぱりいいね。こうまあビジュアルもやっぱり綺麗やしすっきりして、あの選ばれるのには理由があるなと思います。実際僕が今回買ったのはフィールドシリーズというか、まあ実際フィールドで使うやつのシリーズで買ったやつ、あのファッション向けじゃなくて、まあガチのあの使う人用のまあブーツになるわけなんですけども、まあいろんなとこやっぱり僕らも山行ったりとか、こう実際川入って歩いたりとかもいろいろしますし、やっぱりある程度しっかりしたブーツがあると安心できるかなっていう部分もありますね。自分のお気に入りのブーツを探してもらってですね、履くのも一つじゃないのかなと思ってます。別にだから釣り具屋さんで売ってるやつがダメとかいうわけでもないですし、ホームセンターで売ってるやつもダメでもないですし、全然それでもね、この機能的で言うたら満たされたりする部分があるんですけれども、やっぱちょっとこだわりたいなっていう方はですね、このハンターブーツやったりとかですね、まあ他にもねいろんなブーツメーカーありますし、まあ僕も今回こうハンターにする前にいろんなメーカー、エイグルであったりとかバブアーであったりとか、いろんなところのね比較とかもしましたし、でも最終的にやっぱハンターがいいなと思いましてですね、最終ハンターブーツにしたわけです。まあそんな感じかな。このハンターブーツ編はもうそんなもんですよ。もうついにブーツを新しくだぞっていうだけです。はい、でもこれでねだいぶテンション上がるし、今回から次からねこのブーツで釣りにも行けるかなと思いながら、まあ、夏になったらもうサンダルになってまうけどね、でもその前にこうまあ一番シーズン長いシーズン履けるのがこのニーブーツっていうかなでもあるんで、まあこう一つ一つのものを楽しんでいけたらなと思います。はい、じゃあ今回ニーブーツ編ですね。ハンターブーツついに新調したぞーってことで今回これで終了したいと思います。でですね、ぜひこのハンターブーツいけてるやんっていう思っている方ですね、グッドボタン押していただきですね、チャンネル登録まだの方はですねチャンネル登録もしていただきまして、そして、ね、Twitter や Instagram もやってますのでそちらの方のフォローもしていただけたらなと思います。じゃあ皆さん次回の動画でまたお会いしましょう。じゃあ今回はこの辺で終了します。じゃあまた。